まあ母親が異常な母親やったしね、もうとにかく虚しさにね、人生は虚しいもんやって、虚しさにかける覚悟がなかったらお前生きていくなとかね、そんなの小学校の時に虚しさなんて言われたって、もう何のこっちゃ分からへんよ。そういうことを日常言うんや。ほんでその生きることをサボるなとかね、よう分からんねん。そう生き生きと生きようとゲッてる言葉やとか言うわけや。そういうのバンバン言われて、ほんで僕のおじがロートレアモンってフランスのね、あれの一種研究家で、ほんで週に4日間はロートレアモンの研究に、その間社員もおじに話しかけられへん、よっぽどのことやないとね。ほんで3日間だけ仕事しよう、そういうおじやったね。まあそやか、そのおじもわけのわからんこと言うから俺も困ってるのは、もうおじの遺言がマルトロールの歌の帯を作れような遺言もう困ってんやもん、それ遺言やからなんとかせんなんやけどその正倉院展で、まああんまり言葉に出しとない、僕ライフワークやからね、群像絵っていうのを見たんですよ。奈良城今朝ですよ。でこれは今から思ったら群像絵違うね。あれはもう立派すぎて、ネフンゾーエの本当の意味からはもう完全にその見事な織物ですよ、その足遅い。そやけどそのフンゾーエをなんか表現したけど、もう上等すぎてもう話にならへんわけよ。フンっていう、フンを履く衣っていうのに参ったんや、こんな参ったなと。こんなもん物よりね、名前びっくりしたんや。でこんな汚い言葉をね、そんな食べ物の食べてる時にそんな話するみたいなもんやんか、そんなあかんでと思ったね。そしたらその気になってしゃあない。ほんでこれ何の意味やろと、ふんを吐く衣で気になって、それから帰って調べた。そしたら曹洞宗の道元や、道元の今朝功徳や、ほなこれにはね、糞蔵絵とは手間書いてあるけど、もうあの人道元は糞蔵絵なんや、もうそれを切るべしやと。そしたら10種類とか12種類とか、まあいろんな説があるんですよ。それのその死体の着てたもんとかね、えげつないもん、人が忌み呪いをかけた布とかね、それを貼り合わせて着るのが僧侶の衣装やと。まいったあと、なんだやす、なんか盆さんの今朝みたいなな、キンキラキンの帯なんてんな、俺はもうゾッとするわと。あんな深みも何にもないな、そう思ってたのに、こら織物っていうのは実は精神やと。それが精神やというのを直感したんですよ。その時に何も分かってへんのに、土に変える、精神やということは土に変える、もう最後の織物、もう雑巾にも使えない、もう何にも使えない、もう朽ちて朽ちて、その時のその織物の深みとか美しさ、これに勝るものはないやろと思ってしまったんや。そやから、まあ、こんなんかっこ悪い話やけど、僕は糸とかね、金銀糸とか白とか庭のいっぱい埋めたんですよ。でそこで毎日埋めたとこ覚えてて、そこで照明かけたんですよ。で千年を一挙に朽ちさせたろうと。まあ帯はね、結局そのまあもともとは帯るとかね、携帯の帯ですよね、帯る。それからまあ帯るとか垂らす、垂らし。だからあの当時の古い天皇やらの天皇やないわ、日本の神さんの名前になんや、たらしのなんやらの御事とか出てきますよね。だからそのたらすっていう、その長くたらせたんは身分が高いわけですよ、ね、当然切れが貴重やからね。だからこうそういうとこからこう出てくるんやけど、まあ最終的には結び、結びですよね。それから結びの結やなくて三礼なんですよ、霊を生む、結びなんですよね。で結び彦が息子ですよ、結び姫が娘ですよ。だからそれは結ばれて
ね、その結びいうのはそれからそういう生殖の問題ともつながってるわけですよ。霊を生むと、それから結び目、水引きもそうやけど、結び目っていうのはもう漁師なんかやったらとんでもない結び知っとるわね。こう絶対にこう引っ張ったら取れへんと、せやけどこう引っ張ったらピュッと取れるという結びをみんな知ってるでしょ。でやっぱりあれ結び何種類知ってるわけ。帯結びだけでも270種類以上あるんですよ。その結びが全部意味がある。それが結びなんですよ。霊力を生むんです。結び目が霊力を生む、結びがね。それからおにぎりなんて言ったら俺ムカつくわけ。おにぎり違うの、おにぎり食べたって何の意味もない。おむすびを食べな、おにぎりなんてないっすよ、僕の辞書にはない。僕はもう織物や帯は精神を持ってるから、もっと極端には神さんやから、そやけどその織物、まずその帯っていうのはもちろん重要なんやけど、その締められない帯とか売れない、売れる売れないなんかどうでもいい、っていうのを作りたい。それが今回僕は糸口が松井裕子さん。これはね、言うたら今まで僕は売れない帯の展示会もしたことあるんで、そやけどどっかでコスト計算してね、なんでどっかで、な言うてても何回こうまとめて、それがな、もう嫌でしゃあなかったんや、言うてるだけやないかと。第二義的な第三義的なこうことにを重要やと思ってる、ね、帯が締められよう締められんかっても締めるなんていうのはもう二の次なんや本当はね。帯っていうそのものが御神体やから、そうでしょ。ほんで売れる売れへんなんてこれももう5か6の次やね。ほんのそんないかがわしいやね、さもしいめめしい話は一回振り切りたいやんか。でそれが振り切るきっかけは冬子さん作ってくれた。僕はもう松井さんの見た時に、とにかくその死ぬ直前の人間の性のきらめきみたいな、でその時に本当にこう凝縮した性がね、映し出されるいうか炙り出されるわけでしょ。それはもう当然よね。だからまあ結局僕の、 大地に土に変えるもう直前の布が美しいのと、これはどっかでやっぱりつながってますよね。でまあそあの人はクソーズっていうね、 前のね坊さんの欲望を抑える、まあ、あれにはまったはるわね。だからそれはまあ僕にとっては糞造営とか、まあ、それはちょっと違うんやけれど、やっぱりそのなんか共通項は感じますよね、これね。帯作るのね、最低チームプレーやから6人ぐらいがいるんですよ。その6人のうち誰かがね、ぽっくり死んだり心不全や雲真っ赤言うたら、もうそのエキスパートのが並べへんやん。そうですね。そしたらもうや、うん、こう二軍を入れてこんなんでしょ、うん、そしたらレベルはやっぱ落ちる。落ちますね。やっぱりじゃあだんだんその歯抜けになるわけ。それから今僕が焦ってるのは、もうこういうもん折れんのがあと3年やと思って、今すごいもう男な、ね、こっちは1500年のやね、うん、職人を背中に背負うとんやから、そらあんたなんぼ美人か知らんけどやなそんなあんたは負けてられへんやん。そやろ、なんな一人の天才な、そすごいと思ってるで、俺は尊敬してて、そやけど、うん、あんたこっちは1500年の職人を背中に背負ってんのにやな、うん、そんなあんた今生きてはる人やんか。そやろ、ほら、うん、意地でもやるで、そら。そやけどそこまでの闘争心を沸かしてくれたいうことは、うん、めちゃくちゃありがたい。そうですね、うん。織物いうのはもう京都の、はい、ね、みんなあの大人しと多いから、はい、こう
なんちゅうね、沿わしていくとかな、ね、馴染ますっていうな、まあ、それが織物の美しさなんや、はい、であれ俺はもう戦わしてるわけ。そうですね、全く違うん、もうコラボの相手なんだでも来いちゃっちゃな、うんうん、戦いますっちゃっちゃな、そういうイメージ。こう手織りにこだわるとかいうことでもないんですよ。手織りで表現せんのは手織りでするけど、だから私とか手織りと手織り、ややこしいけど手織り機械と機械と3つあるわけですよ。でこれの表現は手織り機械でやるべきやと、これは機械でやる、これは手織りでやるべきやと、もうその表現のためには僕はもう 1000m、 一足言ったら 1000m なんでね、それ2万円の糸も使うし 1000m 300円の糸も使いますから、そんな関係ないですよね。表現のために一番ふさわしいものを使うっていう、うん、その値段なんかどうでもいいです。だからそんな1枚以上の糸使われたらアホやでと、そんな関係ないですよ。だからもう例えばあの宇治の平等院行ってね、まあ、たまたまあの蓮のね、雨の雨粒玉露やね、あれが転がっとった。ほんで蓮の帯作りました、うん、その玉露を何で表現するかって、もうダイヤしかないんですよ。もうダイヤを土台作ってもうて、うん、ほんでもうとんでもない刺繍師にダイヤを止めてもうた、うんうん、で僕の帯作りは全部そうですよね。着物もそうやし、必ず整えないですよ、ね、どっかで裏切りますよ、ね、どっかで崩す。でやっぱその結局、まあ僕もひょっとしたらその関ヶ原の西軍かもしれんよう分からんけど、とりあえずそのやっぱりなんかあるね、これなんか血の、うん、血がそっちへ行くんやね。それからこうこれ歌舞伎ということも一つ実は型なんですよ。これ型でないように思われるんやけど、実は能が型である、歌舞伎も型でしょ。で歌舞伎っていうのも一つの型なんですよね。そっちの型なんですよね僕はね。だから意外と生真面目な部分があるんですよ。それはやっぱり型なんですよ。こういう型をこうね、むちゃくちゃするようでいて、ただのむちゃくちゃではこれは型なしなんですよ。これはやっぱりちょっとかっこ悪いですね。